こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩御飯の献立です。昨日はね、和風豚バラカレーとかでした。まずね、これ副菜から作るよ。きゅうりはね、スライサーを使って薄切りです。これめちゃくちゃ便利で、長ネギは斜めに薄切りするよ。そしたら軽く塩もみです。でね、大葉はさ、くるくるっと巻いて、ざっくり粗みじん、もう粗みじんでいいの。そして私は昨日は夜更かしをするぞって張り切ってたのにね、9時半ぐらいにはね、寝た模様です。もうどっかね、9時半ぐらいにね、ベッドに入って、そのまま記憶がございません。そしたらね、沸騰したお湯にごま油と塩を入れて、マカロニを規定時間湯がくよ。でね、分量はこれです。いつもはさ、牛乳とかヨーグルトが入るけど、これはね、ごま油、これでね、一塊にならないよ。でね、ざっくり混ぜとく。そしたら、茹で上がったマカロニはもう熱いうちに絡めるよ。そしたらさ、マカロニが熱いうちの方が味のなんていうの、馴染みがいいからね。で、野菜の水気をしっかり絞ります。このね、長ネギを使ったこのサラダもまたね、美味しいの。いつものさ、マカロニサラダとはちょっと違ってね、美味しいよ。で、大葉も入れて、かつお節、でね、全体をしっかり和えるよ。これで和風マカロニサラダの出来上がりです。塩昆布とか大葉とかね、いい仕事をしてくれる。で、えのきは3等分ぐらいに切って、このさ、固まった部分はね、トトが葉に詰まるっていうから、一応ね、ザクザク切ってます私。で、しめじはさ、もうざっくりほぐして、しいたけは薄切りです。もうね、切ったものはそのまま私お鍋に直接入れてますでね、分量はこれです。これも美味しいのよね。で、このさ、きのこあんが残ったら、卵、ちょっとなんていうの、スクランブル、スクランブルエッグみたいにしてさ、卵にかけても美味しいし、和風オムライスとかね、使える。で、蓋をして、ひと煮立ちさせるよ。でね、ひと煮立ちしたら、ざっくりこうなじませるそしてね、豆腐を入れて、でさ、豆腐を入れたらさ、再度ひと煮立ちさせるよ。そしたら弱火に落として、水溶き片栗粉、分量これね、これをさ、少しずつ入れてとろみをつけるよ。いっぺんに入れてしまうとさ、固まったりするからさ、ちょろちょろちょろっと入れてとろみをつける。
で水溶き片栗粉を入れたら1分コトコトして、これでねお豆腐のきのこあんの出来上がり。で白菜は5ミリ幅ぐらいかな、もう適当にザクザク切る。でこれももう直接鍋にね。玉ねぎは薄切りです。もう何もかもね直接鍋に入れちゃうよ、なるべく洗い物を増やさない。でベーコンは細切り。そしたらさ、この冷凍のコーンも入れて、分量はこれです。白菜が甘くてとろっとして美味しいのよね。これも蓋をして一煮立ちさせるよ。一煮立ちしたら塩コショウで味を整えて、これでね白菜のコンソメスープの出来上がりです。と最後はねカレーね、息子用はね甘口だから一人分作るのよ。で息子用のねあの野菜は小さめに切ってる。で大人と娘が食べる分はゴロッと大きめ。人参もね息子ののはね極力ちっちゃく切ってます。でも大人ののはさ半月切りよね、ちょっとね大きめに切ってる。玉ねぎは薄切り。昨日はめんどくさかったからもうあれなんだっけ、また出てこない、困っちゃう。くし切りにしようかなと思ったけどね、もう薄切りにしました。そしてねちくわ。私ねカレーにちくわとかかまぼこ入れるの大好きです。美味しいのよ、その練り物が好きだからさ。でももう豚バラさんはね昨日使ったのは薄切り豚バラ、もうこれは適当に切る、炒めちゃえばさね、わからんから。で油を熱します。そしたら豚バラをどんと入れて、これをね炒めるよ。しっかり炒めた方がやっぱ美味しいもんね。で豚バラにあらかた火が入ったら、あの他の具材もどんと入れてざっくり炒めるよ。そしてさ全体に油が回ったら水とかね、水分量ねこれです。このカレーもさもう食べ終わりました。もう食べ終わっちゃった。あのねマカロニサラダが残ってるからね、今日はちょっと一品楽できるかなとは思ってるんだけど、お昼にトトが食べたりしたらなくなっちゃうよね。私またね土曜日だからぐうたらしてます。で蓋をして一煮立ちさせるよ。一煮立ちしたら弱火に落として10分から15分コトコト炊いて、
でもカレールーね、カレールーはさ、そうだな、5、6かけ。昨日はね、バリカラとスパイシーブレンドとジャワカレーをね、使った。息子はね、バーモントの甘口でした。で、ルーをしっかり溶いて、これで和風豚バラカレーの出来上がりです。で、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。うん。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバーイ。